有吉さん、赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが受験生応援イベントにてゲスナー顔負けの不倫騒動を巻き起こしたベッキーさんについてこんなことを言ってやがりました。どんまいどんまい、ベッキーさん頑張って、一つや二つ悪いことしないと立派な芸能人になれないよな。気にしないで、おどおどしないで、ベッキーらしく笑顔で乗り切ってほしい。おい、どうした武田、いつになく歯切れが悪いじゃねえか。ご意見番気取りで的外れなうんちく垂れ流すのがお前のデフォルトだろ。いつものねちっこいクソみてえな説教かまして世間から嫌われろ。不倫ネタなんてお前が一番好きなごちそうだろ。あれ、まさかこいつ不倫してんのか。怒られるよ。怖い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 。次のターゲットは決まったぞ。今すぐ武田の LINE アカウントを押さえろ。